本天文記帳は白鳥科の蝶。幻の蝶と呼ばれ、150年以上を通じて11頭しか発見されていない謎の多い蝶である。イギリスの大英博物館には5頭の標本が保管されている。この標本は博物学者のジョゼフ・バンクスが寄贈したもので、バンクスは世界を2周半した冒険家のキャプテン・クックに同行して世界中の動植物を集めており、 その際に捉えたとのこと。捉えた場所はサンドウィッチ島とされているが、当時クックの公開費用はサンドウィッチ伯爵、ジョン・モンタ・ギュルが出していたため、クックは新しい島を見つけると、サンドウィッチ伯爵に捧げるために伯爵にちなんだ名前を世界中でつけており、どこのサンドウィッチ島のことかわからなくなっている。以来240年間、ポン天門基調は他に見つからなかったが、 1997年、スウェーデン国立自然博物館に3頭のポンテンモン基調の標本があることが分かった。これは1851年にフリーゲート館で世界一周の探検に出た時採取されたもので、これもまた捉えた場所がはっきりせず、ハワイ島やフェゴ島などと言われている。ハワイ島は昔、サンドウィッチ諸島と呼ばれていたし、 フェゴ島の近くにもサウスサンドウィッチ島がある。現在では南米のモンキ町に似ていることからフェゴ島が有力視されている。ありがとうございます。